ゴールキーパーキムジンヒョン、ディフェンスはマイクマ、西尾、船木、上里、アンカー田中、ミニビトールブエノが初スタメン。そして左に奥の3トップもルーカス・フェルナンデス、レオセアラ、カピシャーバです。一方湘南です。ゴールキーパー今日はソンボム軍です。ディフェンスは4バックを予想しています。鈴木優斗、大岩、キムミンテ、杉岡、バラダ、田中聡のダブルボランチ、右に池田、左に平岡、そして2トップがルキアンと鈴木明人です。ここで田中聡です。マイクマからレオセアラ、うまく股抜き、奥野の仕掛け、左足で打ってきた。奥野の左足です。素晴らしいシュートですね、はい。まあ、これ相手のプレスも速いっていうのは頭にありますからね。そうですね、はい。ルーカス・フェルナンデス、クロスが入ってくる。こぼれたところ、シュート、よく戻りました。大岩、奥野のシュート、大岩、元仙台チームメイトの2人。さあ鈴木明人です。平岡が、ルキアンが来て、横から平岡、そして杉岡、もう一度マイナス、崩したように見えましたが、最後ルキアン枠には行きませんでした。完全に横に振って崩したというパターンでしたが、いや素晴らしい、あのショートカウンターのような形で、ここのシーンとしっかりルキアン選手見て、はい、足しっかりと出していましたね。杉岡前に立ちます。ルーカス・フェルナンデス、ちょっと相手が合わない。ここでボールを取った、レオセアラ、どうする、なーっと2人がスルーしたような形になった。でビトール・ブエノが倒れています、ゴール前。ここはゲームを止めます。田中聡から、ここでクロスボールが入ります。拾って、杉岡のクロスボール、ヘディングシュート、触ったか、キム・ジンヒョン、ルキアンのヘディングシュート、キム・ジンヒョン。いや両選手素晴らしいですね。ルキアン選手のヘディングも素晴らしいと思いますし、これをしっかりと止めるキム・ジンヒョン選手も素晴らしいですよね。はい、西尾外します。船木へ、今度は縦一本、マイクマが中にいる、マイクマトラップ、クライガイラがシュート、ソンボム軍、本当はソンボム軍のファインセーブでした。左杉岡、高い位置、インサイドを使いました。平岡からのパス、ルキアン戻して、杉岡、さあ、なんか2人手を挙げているが、鈴木優斗、鈴木優斗、これもビッグチャンスでした。いや、ビッグチャンスでしたね。レオセアラ、カピシャーバ、クロス入れる、ファーに2人いる、ヘディング、ゴール前、レオセアラ、しかしこれはよく抑えました。ソンボム軍のセーブ。鈴木優斗選手もユーティリティですよね。本当どこでもできます。そうですね、バウンドした、うまく前へ入った、そのままシュート、途中出場で入った北野、なんと今シーズン初出場で初ゴール、大きな2点目。自慢のスピードを生かしました北野。いや北野
の選手これファーストタッチじゃないのかってぐらい、はい、もうこれしっかりとレワセンス選手あと狙ってましたよね、はい、このモモでのツータッチ目良かったですよね。素晴らしいですね。そこからのシュートのセンスも素晴らしいと思いますし、ここでも予測して進んでいきましたよね。ここで余裕を持って打撃して進んでいきますからね。そしてここで笛、2対0セレッソ大阪2試合連続の完封勝利で3連勝。そして J1 では初めてクラブとして開幕から5戦無敗です。勝ち点3を取りました。